今日も稼ぐわよ。そこ逃げ切れると思った？はっ、甘いわ。スキル発動。5分で遊べる51人の現金強奪バトル。金を奪って生き残れ。エイムズ好評配信中。そうですね、あのブルーバックだったのでどういう風に CG が仕上がるのかはまだお楽しみ状態なんですけど、でもすごくあのワクワクした撮影でした。とにかくなんか転がったり飛んだりするシーンがあるのでそこがちゃんとうまくできてるかっていう心配はありますけど、でもすごい楽しく終えました。はい、ありがとうございます。はい、続きまして蔦谷浩一さんとの、レコーディングをされたと伺ったんですけれども、はい、その時のお話何かあればよろしくお願いします。そうですね、蔦谷さんはすごくあの明るい方で、あのチャキチャキしていらっしゃって、こんな感じであんな感じでみたいないろいろアドバイスもいただきながらレコーディング楽しく進んだんですけど、あのやっぱ歌がちょっと難しすぎて難易度私にはそう高い、もうすごくかっこいい曲なのでラップのところとか特に重点的に蔦谷さんにいろいろご指導いただいたんですけど、どうしてもやっぱ私のラップがテンション高すぎるってなって、もっと落とし目でもっともっと棒読みでいいですみたいな、それぐらい私がなんかなんとかでいいなんとかでいいみたいなすごいダサいラップをしてたのをちゃんと丁寧に蔦谷さんが注意してくださったので、かっこいい曲に仕上がってるんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、では最後になります。あの担当されたギャングのですね、ローズキャラクターですね、はい、の印象がありましたら、はい、伺えればと思います。ローズはもうかっこいい系の女子ですよね。なんかなんとかよみたいな行くよみたいな感じのキャラクターなんですけど、結構衣装も超可愛いしスタイルも超抜群じゃないですか。なので多分私の中の一番のお気に入りはローズですね。でまたパクさんが声やられて
らっしゃったし、パクさん の声が大好きなので、そのローズのキャラクターとパクさんの声がめちゃくちゃ合っているので、早くゲームをやりたいと思ってます。今回新作ゲームアプリエイムズの新 CM に出演いたしました。わー、ビル屋上で間一髪の銃撃戦をかいくぐり、ゲーム内さながらのド派手な必殺シーンが見どころの CM に仕上がっております。このゲームではギャングテーマのアーティストとしても参加しております。ぜひ51人の現金争奪バトルエイムズに注目してください。とってもワクワクして面白いですよ。今日も稼ぐわよ。そこ甘いわ、スキル発動。5分で遊べる51人の現金強奪バトルエイムズ配信中。